ルコールからでしたよね。はい、タイトルコールからでしたよね。あ、最初にこれそれが、はい、これリターンをした方がいい。はい、どうぞマイク喋ってください。はい、アソシアのこれが福祉だ。毎週木曜日の16時半からは、アソシアのこれが福祉だです。久しぶりに、来てですね、何を話していいかわからなくて、また若干困ってる神谷とやらで、今日は2人で、送りしたいと思います。最初どんな感じで話したか忘れてしまってですね、ちょっと最近僕が会った話していいですか？あ、どうぞ。この前出張で島根県行ってきたんですよ、はい、で、島根県行くのにうちのスタッフにですね、うん、那覇空港まで送ってもらって、うん、でちょっと空港送ってもらってる途中でコンビニ職員の車で僕送ってもらっていて、うんうん、で途中でコンビニに寄りたかったんで、はい、ごめんちょっとコンビニ寄ってもらっていいって言ってコンビニ寄ったんですよ。これはなんか買いに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 、はい、多分なんか飲み物とか、うんなんかお腹減るかもしれないから、はい、シュークリームかカロリーメイトをちょっと買いたかったからコンビニ寄ってもらって、うん、で買って、うん、あじゃあありがとうって言ってドア開けて乗ったら運転席に違う人が乗ってたっていう。ん？車ま、そう間違えた。違うおばちゃんの車に乗ってしまって、うん、乗ったんすか？乗った乗った。もうおばちゃんがって目見開いて、うん、めっちゃびっくりしてて、それ見て俺もびっくりみたいな、うんああいう時ってお互い何も声出ないね。あ、そんなもうすいませんとかなんない。いやもう俺もあってなっても慌ててすいませんっつってで今ちょっと実は今日俺ひげ短くしてるんだよね。あ、今日ですか。うん、ユースト見てる人は分かると思うけども、一応これ僕今日短いんですよ。その時めっちゃひげも長くて、多分おばちゃん怖かっただろうなと思って、うん、いきなり乗ってきて男の人が、うん、でこうなんかシュークリーム片手にひげもじゃのイケメンがひげもじゃのシュークリーム、そうイタリア人が日本語喋ってるわみたいな、うん、そっちですか。どっちいやその驚きかなと思って。あ、違う、はい。じゃあ今日はちょっとやらさんと実はちょっと大きなお知らせが、はい、びっくりイベント、いやビッグなイベント、あビッグなイベント、はい、ビッグリイベントじゃない、ちょっとどっちでもビッグイベントがあるので、はい、その紹介をちょっと、皆さんにお知らせしたいなと思って、今日は、神谷とやらでお届けしたいと思います。はい、はい、じゃあやらさんちょっとじゃあ紹介お願いします。はい、まずはですね、映画の上映会のお知らせでございます。こちらパーソナルソングという映画なんですけれども、この映画の上映会がですね、11月23日来週水曜日の勤労感謝の日にですね、嘉手納文化センターで、行います、うん、はい、11月の23日、はい、もう来週の水曜日ですね。今日何曜日？木曜日ってことは1週間ない、ない系、あと7回寝たら、違う、あと6回寝たら、ね、はい、あと6回寝たら、それって何日後っていうの？6日後っていうの？7日後っていうの？どうしよう、分からない難しいね。まあ今日が金曜日で、あ、違う、今日何曜日だった？6日後、今日何曜日、はい、今日木曜日、木曜日で来週の水曜日、うん、そうですそうです、はい、あ、祝日もしかして？そうですそうです、そうなんです。ああだったね、うん、それサッカーのお誘い来てた俺。何時からですか、そのサッカー？昼で、うん、そんなに強くないから神谷さんでも大丈夫って言ってお誘いが来てた。それ迷う迷うね。そっか、その日か、祝日か、だから平日にやるんだね。そうですね、はい。でこのパーソナルソングってどんな映画なの？はい、この映画はですね、実は、うん、これまでにも桜坂劇場さんとかですね、はいはい、沖縄のね、沖縄市にある、シアタードーナツさんでも上映があってですね、はいはい、で今回実はこの上映会シアタードーナツ出張上映会という形になってるんですけれども、はい、
どんな映画かと言いますとですね、アメリカに、500万人、日本にも400万人と言われている、認知症の方々、はいはい、であのアメリカでとあるソーシャルワーカーの方がですね、その認知症の方に、その人の思い入れの一曲、いわゆるそのパーソナルソングですね、その曲を聴かせることで、もしかすると昔の記憶が蘇ったりするんじゃないかっていうような、と思うでしょう、いや僕もそう思ったんですけど、そこはぜひね予告編を見ていただきたいんですけれども、その一曲を聴かせると、急になんかすごいずっとぼーっとしてたような方がすごい目を見開いて踊り出したり、歌い出したりっていうような、ことが、数々と起こったっていう、でそういう姿を3年間にわたって、撮影し続けたっていうドキュメンタリー、ドキュメンタリーね、そうです、ドキュメンタリーですね。じゃあ実話にこう基づいた、実際のストーリーだよね、ドキュメンタリーだからね、はい、あの映像ですね、であの非常に多くの、事例というか多くの方々がその音楽によって、その本来の自分というか自分らしさを呼び覚まされるっていうような姿がすごい感動的に描かれている作品 で、でこれを見た時に、自分これもう一回どうにか上映したいというふうに思って上映会を開いたのがこの今回というようなことになります。ね、あのちなみに、アメリカでは500万人、日本でも400万人いると言われている認知症、で最近あの高齢者のこう認知症などによる事故とかっていうのがニュースでもね、こうすごい出ていて、やっぱこうあの認知能力とか記憶だったり、認識とかいろんな部分がその、脳機能的な部分が落ちてきて、でやっぱりこう、入院だったりこう介護施設とかで生活しているっていう、対処法がねなかなかこううまく見つかってないような印象を受けてるんだけど、そういう方たちが音楽を聴くことで昔を思い出したりとかっていうことなんだよね。そうですね、自分の過去の人生の中で例えば一つあった話がすごいもう本当に今の自分のこととか、自分の家族のことっていうのをもう本当にわからないような男性の方が、昔、ある田舎で歌手ダンサーをしてたっていう、でその時の曲を、こういう曲じゃないかなっていうふうにその人に聞かせたら、すごいなんていうのかな、その時覚醒して、でそのなんかあんまり動かなかった足を動かしたりとか、っていうような姿が、記録されていたりしてですね、僕も屋良さんにこう言われてね、あの一回これね一緒に見たんだけども、本当にそれまで、その高齢者施設の中で一日中ずっと椅子に座って動かなかったりとか、自分が思い出せないこととか、うまく言葉を伝えきれないということでイライラしてたりとか、本当にその無気力だった人とか、無関心だった人が、そのソーシャルワーカーの人が、その施設の人と一緒にいっぱい話をしながら、この人何年生まれ、どこ生まれ、多分こういうのが昔流行ってたよねとかっていうので、一生懸命その人の多分思い出の曲っていうのを探したりとかしながら、こう iPod で聞かせるんだよね。はい、そうですね。その時に急に表情が変わったり、それこそね、さっき言ったように涙を流しながら、これあの自分があの青春時代に聴いてた曲だとかって、あの急に本当に昔を思い出して喋り出すんだよね。意気揚々とというか、そう、あの子の感情を取り戻す様、は本当にすごいなというか、施設の人もびっくりしてたもんね。そうですね、やっぱ今までと違うような、そのなんていうのかな、あの元気を取り戻したような姿とか、すごいこう歌ったりっていうようなやっぱり姿を見て、そうですね、その支援している方もびっくりするっていうようなことも収められてます。ちょうどこのチラシ、ユーストリームを、ご覧の方はね、このチラシも見れると思うんですけども、そこに書いてある言葉というのがですね、1000ドルの薬より1曲の音楽を、ね、まるで僕は考えそうな違うかという、ね、素敵なタイプ なくもないですね、そういうね、本当に実際こう服薬治療はずっと続けてるはずなんだよね。でも そうですね、それでも全然その改善が見込まれないのに、たった1曲 その思い出の曲に巡り合った瞬間に、その人の感情がまた再びこう
なんだろうな、こう湧き出てくる、うん、まあ、その様というか、うん、そういうのを見てると本当に今のこうじゃあ高齢者医療とか高齢者福祉って、うん、じゃあ日本どうなってるんだろうとか、うんうん、自分が年取ったら本当にどうなるんだろうとか、うん、すごいこの現実問題、特に今日本でもね、そういった高齢者の、まあ、認知症じゃないかと言われる方による事故とか、うん、まあ、いろんなのがある中で、ね、それこそ行動が制限されてくるのかなとか、うん、そうですね、うん、でこれあの作品の最後の方では、まあ、これあのアメリカが舞台になっている作品なんですけれども、うん、その今のアメリカの、まあ、医療の問題であったりとか、うん、またその、まあ、高齢化社会になっていく、はい、まあ、その社会っていうところの大きなテーマが、うん、まあ、最後の方に描かれているんですけれども、うん、まさに日本も同じような形で、うん、いくのかなというふうに思うと、そこはやっぱりそこにいろんなヒントも見出せるのかなというふうに思います、うん、はい、ぜひ本当にあの感動的なこうドキュメンタリーというかですね、うん、で決してこう他人事ではない、うん、で特に沖縄はね2世帯3世帯でこう生活しているのが当たり前で、おじいおばあと一緒にこう生活した経験があるとか、うんうんうん、でもその中にはもしかしたら今ね一緒に今まで一緒に暮らしていたおじいおばあが実は介護施設にいるとか、うん、っていう方も決して少なくはないんじゃないかなと、うん、ぜひ本当に見てほしい映画ですね、はい、はい、ですね、はい、ちょっともう一回あの詳細を教えてもらっていいですか、はい、シアタードーナツ出張上映会パーソナルソングアットカデナ、日時が2016年11月23日勤労感謝の日の水曜日です、うん、で時間が1時からの上映と4時からの上映、2回上映がございます。場所がカデナ文化センターです、うん、でチケットですが前売りで、1000円、前売りが1000円1000円ですね、はい、で当日が200円、2万円、いやいやいやそういうのぼったくりなんですよそう、はい、で当日が200円増しで1200円ですね、1200円、はい、でチケットですが、はい、カフェアソシア、うん、あとはアソシア本部のある北前の方ですね、はい、の方で、お買い求めできます。また、はい、シアタードーナツでもお買い求めできます、うん、はいはい、あとですねどちらでもちょっと購入が難しいという方はですね、うん、電話での予約も受け付けております、はい、電話番号が私の電話番号なんですけれども、うん、080-5490-0082、はい、080-5490-0082 です。はい、はい、まあ後でね思い出せなかったという方はね、カフェアソシアとか、はい、で、まあ、アソシアを検索していただいてアソシアの、まあ、会社の番号とか、はい、まあ、どこかにかけてくれればご案内できる、はい、もしかしたらご案内できるかもしれない違うご案内いたしますので、ご案内しますので、はいはい、ぜひ本当にね見ていただきたいなと。で当日もありなんだよね、はい、当日そうですね、まあ、予定がなかなか決まらなくて当日来れるっていう方も、うん、お席の方はまだたくさん、はい、ありますので、当日いらしていただいても大丈夫です。場所は、カデナ町の文化センター。そうです、カデナ文化センターです、ね、カデナ文化センターで、はい、何時何時ですか上映は。上映が1時13時からと16時から、13時からと16時から、はいはい、2回です、はい、まあ、前売りが1000円、当日が1200円、はい、で 前売りをゲットしたい方は、まあ、先ほどの電話番号かアソシアを調べていただいて、まあ、電話していただければ、アナウンスしますと、はい、で、まあ、ちょっと当日までわからないなという方は、もしくは、ね、こう調べてもあれという方はですね、当日カデナ文化センターまで1時と、はい、4時ですね、4時に間に合わせて来ていただければ当日でも入場できますということで、ぜひ見に来ていただきたいと。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ちなみに認知症つながりで、はい、君に読む物語、はい、見ました。途中まで。君読むって言うんですか略してわかんない。あれもね同じようにこう、まあもう上映された映画だからネタバレとか気にしなくていいのかな。それでもやっぱりオチは言わない方がいいのかな。どうしても言いたい。いや、じゃあ言わない。君に読む物語もね、はい、ある男性が、うん、まあ情熱的な男性でしたよ、ね、確かに高齢な男性が介護施設で、うん、なんかこう最初の雰囲気はね
あの、まあ、朗読のボランティアみたいな感じでね、この認知症患者でもある女性にこう、いろんな物語をね、その君に読む物語っていうんですけどもね、ストーリーが、だその映画のタイトルが、まあ、物語をこう語ってあげていて、まあ、女性が、まあ、要するにこう若いこう男女の恋物語をね話してはいるんだけども、まあ、女性もね、次聞かしてよ、どうなったのこの2人は、いやじゃあこれはまた明日、ということでね、たびたびそういうふうにこう訪れては話をしていくっていう物語なんですけども、まあ、とってもこう悲しくもあり、美しくもあり、まあ、素敵な映画だなと。ただまあ本当にね、やっぱこうまだやっぱりそういう認知症に対する怖さもね、やっぱりこう実際見ていてあるなっていう、本当に自分がなったらどうするんだろうっていう、ね、はい、じゃあ認知症はじゃあここから離れてですね、はい、今日はあの曲の方、曲の方ももういいんじゃないんですかね。はい、なんか伝えてます曲、はい、伝えてます。あ、じゃあ一応でももう時間ないよ。そうですね、45分で CM もあります。あ、じゃあ CM じゃあお願いしていいですか。はい、はい、じゃあちょっと CM に入ります。そうか、 CM か、 CM、 あ、曲はなしで、もう曲、あとな、もう曲言ったらあれですもん。いや、もう曲言ったらあれだからですよね、はい、今からあのナタリー・ポートマン祭りをやらないといけないので、はい、曲はいいです、はい、最近あの家で BS とかで夜中映画を一人で見てるのが好きで、でこの前レオンの完全版がやっていて、いや改めて見ると本当にナタリー・ポートマンすごいなと思って、あの当時あれで 14、15歳で、あの演技っていうのはまあもうすごいなっていう。何からでしたっけ。マイク上げてます。はい、上がってます。はいはい、あ、そしてあのこれが福祉だ、今日はですね、あまり福祉とは関係ないわけじゃないか、まあ、福祉に関するまあ映画のね上映会のお知らせっていうのをまあ前半お届けしたんですけども、はい、後半はですね、まあ、今日は映画の話つながりということで、はい、ナタリー・ポートマン祭りを、祭り、祭り、はい、ナタリー・ポートマン漬けだらけだらけのをしたいなと、はいはい、っていうのも なぜですか。いや、この前あの夜中 BS うちにね入って見てたら、うん、はい、あのレオンの完全版やってて、あ、いいっすね、はい、あれナタリー・ポートマンね、多分あれでね一気に彼女を、うん、子役でデビュー、デビューというか ねバーンって売れたと思うんだけど、はい、あの 改めて見るとあれ当時14、5歳ぐらいなのかな彼女って。ですね、資料によりますと、うん、はいはい、やら資料、やら資料によりますと、やらレポート、はい、マイノリティレポートとは違うんだよね。ですね、はい、アントム・クルースの、はい、わからないわからない、はい、14歳ぐらい、あ、14歳ぐらい、はい、でもあのなんだろう、今福祉やってるからあのすごい別のところで気になったんだけど、あの、まあ、レオンの実際こうジャンレの、うん、まあタイトルも映画のタイトルもレオンで、その殺し屋のね主人公の殺し屋もレオンなんだけども、13歳の少女、あれそれ設定が13歳なんじゃないの。あ、そうなんですかね、うん、はい、多分ちょっとこう自閉症だよね、なんレオン、レオンの役柄ジャンレノがってことですか。あの殺し屋が多分ちょっと自閉傾向を持ってるんじゃないかなっていう、うん、あの毎日ミルク、うん、で必ずルーティンがあって、うん、あの観葉植物を霧吹きでやって、うんうん、あのテラスベランダに置くっていう、うんうん、で飲むのは必ずミルク、うん、でナタリー・ポートマンに頼むのはミルク2本っていう、うんうん、もう必ずこのサイクル、うん、だからちょっとまあちょっと自閉傾向がある人っぽいなっていう、うん、そんな感じ。あの今日あれですよ、ナタリー祭りです。あ、ナタリー祭り、そうか、ジャンルの祭りじゃないんだよね、うん、そうで、ナタリー・ポートマンつながりで言えば、まあ、最近では、まあ、ブラックスワン、ブラックスワン、そうですね、ブラックスワン、ちょっとどんな話か、はい、2010年のアメリカのサイコスリラー映画、サイコスリラー、はい、彼女は、うん、この作品で主演女優賞、うん、へえ、はい、ですね、
まあ、白鳥の湖っていうバレエがあるじゃないですか、うんうんうん、それが、その主役に抜擢された、うん、そのナタリー・ポートマンの、うん、要するにその心の動きというか、はい、その、心の闇と光みたいなところが、うん、描かれた作品なんですけれども、うん、それがすごいなんていうのかな、なんだろうな、内面がすごく、うん、なんていうのかな、映像化されたような、うん、まあ、綺麗な作品でもあるんですけれども、うん、そこがすごいこう痛いというか、うんうん、恐ろしいっていうようなのがすごい映像化された作品 で、すごいやっぱその、バレエの作品なので、うん、やっぱそこに対して演技としてその体を絞ったりとか、うん、バレエをしたりっていうことでかなり役作りも、うん、ストイックにやったっていうことで、受賞しているっていうような、そんな作品ですね。はい、自分もこのブラックスワン見たんだけども、はい、その今やらさんが表現したその内面を、彼女のそのね激しく揺れ動くこの内面をまあ映像化可視化してるんだけども、あれってやっぱ実際彼女はまあ幻覚幻聴として、そうですね、最終的にはやっぱそんな風に、なっているというか、やっぱそのライバルというか、まあその主役の座が奪われるんじゃないかっていう時にかなり動揺するシーンで、やっぱり結構その幻覚というかそういうものが見えていたっていう、そうだね、まあ、妄想とか多分そういったね、自分でストーリーをこうちょっと作ってしまってたりとかっていうところもね、まあ、そういった意味でも本当にまあ彼女 その演技力もそうだし、まあ、その例えばまあそういうこうストレスがかかった状態での内面、心っていうのはどういう動きをしているのかとか、まあそういったの、ああいい音楽が流れてきましたね、はあ、本当だ、スティング、いいですね、ね、あと、まあ、時間もね限られてるんですけど、あと残り4分ちょっとなんですけども、はい、ナタリー・ポートマンでぜひ皆さんにまた見てほしいのがですね、クローサーっていう、はい、これは2004年のアメリカ映画なんですけども、はい、出てる人がいいんですね、すごいんですね、ナタリー・ポートマン、ジュリア・ロバーツで、ジュード・ロー、はい、あとクライブ・オーウェンっていうね、まあすごいこう演技力のある4名で、まあちょっとこう時間もないので、あとストーリーもね、副詞と全然違うので、まあ、それ軽く言うと、まあ、女性に対してこうフラフラしてだらしないジュードローが最終的にはこうなっちゃうよねっていう、なんかこう、まあ、一人の男としてですね、まあ、フラフラしていろいろこうね、こう落ち着かない人ってなんか魅力的にもあり、ちょっとね男性としてはかっこよくもあるかもしれないけども、でも最終的に寂しいよねっていうのを、なんかこうでみんながどっか寂しいんですよね、みんながどっか寂しいんですよ、ここに出てくる人たちはみんな、なるほど、みんながどっかその心の何かを埋めようとして、でもそれがこうすれ違ったりとか、本当にこうタイミングなんだろうなっていう、この作品なんですけれども僕まだ見てないんですけれども、R15 指定なの、はい、あ、そうなんだ、そういう、じゃあもう15歳以下の人は見ないでください、まあ、そうです、もう 親と見ちゃう、親と見ない方がいいな、そうですね、なんとなくだけどね、でも大人の映画だね、本当にこうとっても魅力的な、ぜひ子供は見ないようにしてください。子供はあれですね、スターウォーズのエピソード、ね、あれもすごいね、はい、あ、ナタリー・ポートマンこんな風になってこんな大きな映画に出るんだって、あれもびっくりだったね、そうですね、はい、あとナタリー・ポートマンで言えばフォーバンデッタ、なんか そういう作品にも出ているみたいです、でもちょっとよく、なんか覚えてないです、なんだ、仮面つけて戦う系、そうですね、なんか暗いところで人が剣を持って戦う系、そうそう、でマント持って仮面つけて正体わからない系あ、そっち系、はいはい、でもこれ実はその映像もすごくて、多分マトリックスの監督が、そうですよ、監督はね、多分ね、ムーラン・ルージュやマトリックス3部作の助監督を務めたジェームス・マクティーグらしいです。なるほど、ムーラン・ルージュ見た、見ました、あれもいいよね、あれいいですね、あ、切ないね、ムーラン・ルージュね、はい、ぜひもしムーラン・ルージュも誰だっけ出てるのは、ユアン・マクレガーとニコール・キットマン、ニコール・キットマンのトム・クルーズのね元奥さんで、そうですね、オーストラリア出身の高身長の美女、はい、ユアン・マクレガーはさっき車で話したトレインスポッティング、はいはい、
あのじゃあ次は、トレインスポッティング祭りで、はい、あのあとトレインスポッティングの後今年か来年か上映があるみたいなんで、あ、そうなの？そうなんですよ、2が上映されるみたいなんで、あ、ぜひね、また次回はじゃあトレインスポッティング祭りなども、はい、はい、まあそろそろ時間で、いつもね最後僕喋るんですけど、最後じゃあ矢田さんに今日は締めてもらおうかなと。はい、はい、そうですね、最後はこちら、はい、来週水曜日あります、もう一度、シアタードーナツ出張上映会パーソナルソングアットカデナ、11月23日カデナ文化センターであります。チケットはカフェアソシアシアタードーナツでお買い求めできますので、本当に感動の作品ですので、ハンカチ持参でぜひいらしてください。よろしくお願いします。はい、多分矢田さんも行くんですよね。あ、はい、僕も行きますし、あのユッキー、はい、ね、いつも FM 技能に出てるユッキーとかも、はい、あのみんな行くと思いますので、はい、あのアソシアのみんなに会いたいなっていう方はですね、ぜひあの来ていただければ、はい、それが楽しみになるかどうか分かんないんですけども、はい、それじゃあまた来週、さよなら。